プラット・チャールズ・プラットは、アメリカ合衆国の資本家、実業家及び自然家。プラットは、アメリカ石油産業の開拓者で、ニューヨーク州ブルックリンに、灯油生成会社アストラルオイルを設立した。プラットの製品はその後、チベットの神聖なランプは、アストラルオイルで灯るというスローガンで販売された。彼は、ヘンリー・ h ロジャーズを採用し、 チャールズ・プラット・カンパニーを設立した。同社は1874年に、ジョン・ロック・フェラーのスタンダード・オイルの一部になった。プラットは教育研究に力を入れ、その名を取った、プラット・インスティチュートを設立、寄付した。彼と子供たちは、ニューヨーク州ロングアイランドに、ゴールド・コーストとして知られるようになった、大邸泊を建造した。 1916年にスタンダードオイルは、汽船タンカー、SS チャールズ・プラットを所有し、それは、同クラスの最初の船として、バージニア州のニューポートニューズ造船所で建造された。チャールズ・プラットは、マサチューセッツ州、ウォータータウンで、アーサ・プラットの11人の子供のうちの一人として、生まれた。彼の父親は大工であった。チャールズは、 ウェスリー教派の学校で3年を過ごし、一周あたり1ドルで、時々生活したと言われている。度重なる生活区に苦学しながらも、名門アマースト大学を卒業。プラットは、マサチューセッツ州ボストンの近くにある絵の具及び、芸油製品を取り扱う会社に入社した。1850年、または1851年に彼は、ニューヨークに移り、 同様の会社で働いた。プラットは天然油産業の開拓者でニューヨーク州ブルックリンに灯油生成会社アストラルオイルを設立した。1860年代中頃にプラットはペンシルベニア州西部の新しい油田地帯で二人の向上心を持つ若者、チャールズ・エリス及びヘンリー・エイチ・ロジャーズに出会う。プラットはエリスの故郷マサチューセッツ州フェアヘイブンで彼から 原油を購入した。彼らは小さなベンチャー企業、ワムスタ製油所オイルシティの近くのマクリントックスビルに設立し、プラットの会社に生産のすべてを固定価格で販売した。エリスとロジャーズは油性を持たず、プラットに生成油を販売するため原油の購入に依存した。数ヶ月後原油価格は陶器によって急騰した。二人は、 プラットとの契約に応えようと努力したが、すぐに余剰分はそこをつき、プラットに対して多くの負債を負うことになった。エリスは経営を諦めたが、1866年にロジャーズはニューヨークでプラットに会い、自らがすべての負債に対する直接の責任を取ることを伝えた。プラットはこの態度に感銘を受けただちにロジャーズを 自らの会社に採用した。続く数年でロジャーズはエルバート・ハバードの言葉でプラットの手足となり目、耳となった。リトル・ジャーニーズ・ツー・ザ・ホームズ・オブ・グレート・ビジネスマン、プラットはロジャーズをブルックリン声優所の現場主任に任命し、販売が年間5万ドル以上に達した時は会社を共同経営することを約束した。 ロジャーズと妻のアビーはブルックリンのグリーンポイント地区に転居した。ロジャーズは質素な生活を続け非常に熱心に働いた。アビーは彼の食事を声優所に運んだ。また彼はしばしば毛布にくるまって一晩に3時間しか眠らなかった。ロジャーズは現場主任から声優所長、そしてアストラルオイルの最高責任者まで承認した。プラットは最後に ロジャーズにビジネスへの関心を与えた。1867年にプラットはパートナーとしてのヘンリー・ロジャーズと共にチャールズ・プラットカンパニーを設立した。1870年代の初めにプラットとロジャーズはジョン・ D ・ロック・フェラーのサウス・インプルーブメント社との争いに没頭するようになった。それはペンシルバニア鉄道及び他の鉄道会社との秘密リベートシステムで サウスインプルーブメント社が便宜を得ようとしたものであった。ロックフェラーとサウスインプルーブメント社の共謀はペンシルベニア州西部の独立した石油採掘業者及び製油業者の憤慨を呼び起こした。ニューヨークの精錬業者によるサウスインプルーブメント社に対する反対活動はロジャーズによって引き入られた。ニューヨークの精錬業者たちは協会を組織し、 1872年の3月中頃に、チャールズ・プラット・カンパニーの代表として、ロジャーズを含む3名の員を、オイルシティの石油業者組合の顧問に送り込んだ。彼らの油田地帯への到着は、大きな満足となった。彼らは、ペンシルベニアの独立石油業者と共に、PRR 及び他の鉄道会社から、サウス・インプルーブメント社との疑わしい取引を、 終了すると約束する協定を取り付けた。石油業者たちは満足したが、その喜びは短期にしか過ぎなかった。ロックフェラーはすでにスタンダードオイル社を組織し始め、他のアプローチに暴殺されていた。その中には反対者の買収も含まれていた。ロックフェラーは協力と統合の計画を持って、チャールズ・プラットに接近した。プラットは、 ロジャーズとロックフェラーの提案について話し合い、彼らは統合が利益になると判断した。ロジャーズは条件を文書化し、それはプラットと自分への金融的保障と仕事を保障した。ロックフェラーはロジャーズの申し出を受け、チャールズ・プラット・アンド・カンパニーはロックフェラーの事業に加わる重要な独立声優業者の一つとなり、 1874年には、スタンダード・オイル・トラストの一部となった。プラットの息子、チャールズ・ミラード・プラットは、スタンダード・オイルの重役に就任した。プラットが信頼した部下であったヘンリー・ h ロジャーズは、すぐにスタンダード・オイルの重要人物となり、1890年まで、同社の副社長を務めた。プラットの要請で、ニューヨークに転居したロジャーズはそこに留まり、 スタンダードオイルの外で投資を行い世界でも有数の富豪となった。彼は石油、ガス、鋼、銅、石炭及び鉄道に興味を持ち、その経歴の終わりにバージに安アン鉄道を設立した。チャールズ・プラットは経済構造の変化に伴った産業労働者の職業訓練の必要性を認識したことで評価されている。 1886年に彼はプラットインスティチュートを創設し、1887年にニューヨーク州ブルックリンに開設した。プラットは1890年頃にニューヨーク州ロングアイランドのグレンコーブに定住した。彼は家族を自らの近くで養うために自らの邸宅を囲む1100エーカーにも及ぶ大きな土地を購入した。しかしながら彼は 翌年の1891年にニューヨークで死去した。ロングアイランドのグレンンー部では、その後プラットの6人の息子と2人の娘が家を建設した。2004年現在、ゴールドコーストに沿ったプラット家の大邸宅のほとんどが現存し使用されている。1916年3月、ニューポートニューズ造船所で SSHH チャールズ・プラットが浸水した。 同船は119,410バレルの原油運搬能力を誇る8,807トンのタンカーであり、プラット級タンカーの一番艦である。姉妹艦として SSHH ロジャーズが1916年5月に収益した。両船はパナマトランスポート社によって運用された。第二次世界大戦の初期の年月日に、 SS チャールズ・プラットは、アルバから、シエラ・レオネのフリーポートに向かう途中、ドイツの U ボートに乗って、アフリカから220マイル沖合のインド洋で、撃沈された。42人のアメリカ人乗組員のうち2人が、死亡し40名が救助された。ありがとうございます。